皆さんこんばんは。琉球新報社デジタル戦略室の那代と申します。今日は浦添市長選挙と浦添市議会議員選挙の投票が行われました。まもなく開票作業が始まります。琉球新報社はこの重要選挙の投開票日に合わせ、選挙の意義などを考えるためこのネット特番を企画しました。市長選の当選者が確定するまで放映する予定です。何卒よろしくお願い申し上げます。なお市長選市議選の開票状況につきましては、この特番と並行し本ホームページ上で情報が入り次第お知らせいたします。詳細につきましては明日の琉球新報をご覧ください。それでは本日の解説者をご紹介いたします。琉球新報中部支社報道部の小那覇康武部長でございます。小那覇さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて小那覇さん、まず今回の浦添市長選挙の立候補者についてご説明をいただけないでしょうか。はい、今回の浦添市長選、3候補者が立候補しております。水戸丸選挙になりました。届出順でご紹介します。松本哲司さん、1967年10月生まれ、カリフォルニア大学バークレー校修士、家庭修了、2002年に介護障害者支援の NPO 法人ライフサポート手だこを発足させ、その代表として活動してこられました。浦添市の宮城出身です。今光夫さん、1943年7月生まれ、東京農業大卒、浦添市議2期、80年から県議4期、92年、県議会議長を務め、2001年2月に浦添市長選で初当選し、現在3期目です。伊是名村の出身です。西原博美さん、1948年1月生まれ、首里高校を卒業し、1966年浦添村役場に採用されます。市の総務部長などを歴任、2005年市の教育長に就任し、11年に就任期半ばで、退職しております。浦添市の波茶の出身です。3候補とも無所属ですが、西原さんには自民、社民、社大、民主の各党が推薦しています。小那覇さん、どうもありがとうございます。早速ですね、浦添市選挙管理委員会が発表しております、午後7時半現在の、市長選挙の投票率でございますけれども、60.60% となっております。これは前回の選挙の、投票率が 64.78% ということなんですけれども、この数字から見て小那覇さん、投票率はどのように推移していくとお考えでしょうか。19時半現在で 60.60% ということで、今日午前中はですね、前回、投票率を上回る形で推移したんですけども、ちょっと午後に入って伸び悩んでいるようです。しばらくすれば確定の投票率が出るかと思うんですけども、前回並みにとどまるのかちょっと微妙ですね。今回のこの投票率が、今回の、市長選にどういった影響を及ぼすのかちょっと気になるところです。現在、60.6% ですね。これ要するに前回並みなのか上回るのか、やや上回るのかというような感じですね。はい、わかりました。それではここで、琉球新報からのお知らせをご覧いただきたいと思います。琉球新報、時代を照らして120年。この記事を書いたのは琉球新報政治部キャップ、5人の記者を束ねる司令塔です。あっという間に記事を書き上げました。電子新聞によってこれらの記事が沖縄県内、県外を問わずパソコンやスマホ、タブレットで読めるようになりました。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。琉球新報、時代を照らして120年。新聞が大好きな大学生優子さん、毎朝欠かさず琉球新報に目を通します。今日は大事な就職面接試験、面接官の質問に自信を持って答えます。外では電子新聞、
読んでてよかった。みんなをつなぐ、明日につなぐ、琉球新報。新聞という知識の翼を広げていこう。時代を照らして120年、琉球新報。琉球新報、時代を照らして120年。経済部キャップ、5人の記者を率いるプレイングマネージャー、いつも心がけているのは迅速に正確な記事を発信することです。電子新聞を購読すれば、いつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンで記事が読めます。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。琉球新報、時代を照らして120年。経済部キャップ、5人の記者を率いるプレイングマネージャー、いつも心がけているのは迅速に正確な記事を発信することです。電子新聞を購読すれば、いつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンで記事が読めます。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。さて、小那覇さん、今回の浦添市長選挙の一番大きな意義について教えていただけませんでしょうか。意義ですね。あの、浦添市ってのは、あの、1970年に村から市に昇格しましてですね、あの、現在、まあ、那覇市、沖縄市、うるま市に続く、市として、あの、発展を遂げてきました。で、この、あの、市長選の、まあ、結果というのはですね、あの、これから の、 あの、沖縄県内 の、 あの、政治潮流、あの、県民意識を図る上でも、やはり注目される選挙だと言えると思います。あと、まあ、これからの予定されている、あの、参院議員選挙、来年の県知事選の、を見据えてですね、やっぱり今回の選挙、まあ、一つの指標になるのではないかなと思います。あと、まあ、これは今回の選挙のですね、争点にも関わることなんですけども、あの、今回の選挙、あの、那覇軍港の移設問題というものが上がっております。あの、この間、あの、普天間飛行場の辺野古への移設にかかる問題、あるいは、あの、ヘリパッドの、東村高江の建設問題などに見られるように、あの、沖縄県内においては、あの、米軍基地の県内移設について非常に、あの、厳しい世論、あの、が、強まっております。あの、そういった中で、あの、那覇軍港の浦添移設というものに対してですね、あの、浦添市の市民有権者がどういった判断を示すかというものもやっぱり注目されると思います。ありがとうございます。はい、まあ、やはり 今年夏の参院選、来年の知事選というところに続く、まあ、前哨戦という形でもあるわけですね。はい、さて、あの、小那覇さん、まあ、それぞれの3人の候補者が一番強く訴えている政策についてご説明いただけないでしょうか。あの、浦添市というのはですね、あの、市民の平均年齢がだいたい38歳で、あの、1年間に生まれる新生児の数が1500人ということで、あの、若い市というか、若い市民の町ということが言えると思うんですね。そういった中で、あの、3候補者ともですね、子育ての問題、あと教育支援の問題ということを非常に強く訴えております。これは今回の選挙の特徴だと言えます。で、あの、まあ、参考、それぞれちょっと、あの、紹介し、我々のインタビューとか、あの、あるいは座談会などの発言をちょっと挙げますけども、松本さんはですね、子育て教育支援に尽きると、みんなが困り苦しみながらも頑張っている中、市長として行政としてまず応援しなければならないのは子育て世代であると、あと、一人一人の市民の話を聞き、彼らの背中を押し、支えられる市長、行政でありたいと思うというふうに語っております。あと、ギマさんですけども、産業を振興して親世代、負担世代の20代後半から40代中盤までの雇用と所得の安定を図り、充実の子育てをしてもらいたい、行政も待機児童解消などで支援するというふうに語っています。あと、西原さんですが、西原さんは、あの、学校の耐震化の問題を強く訴えております。現在、浦添市内には2校がですね、まあ、耐震化の方、
がまだ耐震化がまだ進んでないと、それに直ちに取り掛からなければならないと、子どもたちの安全が最優先である、命よりも大事なものはないというふうに選挙戦で訴えております。でこのように参考者ともですね、子育て支援、学校現場の問題ということを強く訴えております。なるほど、よくわかりました。それではまた引き続きまして琉球新報からのお知らせでございます。琉球新報、時代を照らして120年。この記事を書いたのは琉球新報政治部キャップ、5人の記者を束ねる司令塔です。あっという間に記事を書き上げました。電子新聞によってこれらの記事が沖縄県内、県外を問わずパソコンやスマホ、タブレットで読めるようになりました。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報、時代を照らして120年。新聞が大好きな大学生ゆうこさん、毎朝欠かさず琉球新報に目を通します。今日は大事な就職面接試験、面接官の質問に自信を持って答えます。外では電子新聞、読んでてよかった。みんなをつなぐ、明日につなぐ琉球新報。新聞という知識の翼を広げていこう。時代を照らして120年。琉球新報。海洋博トリム、力走の写真をネット販売。海洋博公園全国トリムマラソン大会が1月20日に開催されました。琉球新報社は参加者を撮影、本誌ホームページに掲載しました。別件入力で写真を検索、簡単に購入できます。思い出の1枚をお手元に。お問い合わせは琉球新報デジタル戦略室へ。琉球新報、時代を照らして120年。経済部キャップ、5人の記者を率いるプレイングマネージャー、いつも心がけているのは迅速に正確な記事を発信することです。電子新聞を購読すれば、いつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンで記事が読めます。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。それでは小野さん、今回の選挙の最大の争点は、どういった点にあるんでしょうか。はい、先ほどもちょっと触れましたが、那覇軍港の浦添移設の問題ですね、それとちょっとかかるんですが、浦添の西海岸の開発の問題、それが大きな争点として浮上しております。つまり那覇軍港の返還移設問題についてちょっと振り返ってみたいと思います。那覇軍港、那覇市の玄関口にある那覇港に隣接して、あと那覇空港にも近くてですね、産業振興の余地で極めて高い開発効果というものが期待されております。そういったことから返還土地利用、跡利用というのは強く求められているわけですが、那覇軍港の返還合意というのは結構古い話で、1974年の1月です。その当時の日米安全保障協議委員会で移設を条件に那覇軍港の返還というものが合意されております。その後ですね、約20年後なんですけども、日米両政府がですね、1995年の5月の日米合同委員会で浦添不当地区への、移設を条件に那覇軍港の全面返還に、合意しております。で翌年の1996年12月の佐古、沖縄特別行動委員会の最終報告の中で、沖縄不当、浦添不当地区への那覇軍港の返還を加速化させるための最大限の努力を継続することについて合意しております。その後、2006年の5月の、在日米軍再編ロードマップにおいても浦添移設で、によって、全面返還を進めようということで、これは確認されております。でしかし那覇軍港の浦添移設に関してはですね、浦添市の基地の過剰負担につながるもの、あるいは浦添市の西海岸の環境破壊につながるものとして根強い反対運動が続いております。
これまでの、後ほどのちょっとご説明しますが、過去の浦添市長選においても軍港施設問題というものが争点になって、選挙戦が争われてきました。あと今月に入ってですね、那覇市の尾長武市長がですね、軍港の、移設条件付きだと環境調査なども含めてかなりの時間がかかると、沖縄がアジアのダイナミズムを取り入れながら伸びようとするときに移設を待っていたはとても間に合わない、那覇軍港は少なくとも10年後くらいには返してほしいということで、浦添市への移設とは切り離した那覇軍港の早期返還というものを改めて求めております。でこの那覇市長の発言というものが候補者の方スタンスにも、影響を与えております。このフリップをちょっと見ていただきたいんですが、松本さん、木間さん、西原さんということで、松本さんは反対、木間さんと西原さんは、どちらもでもないということで、那覇軍港の移設問題についてはスタンスが分かれております。繰り返しになりますが、松本さんは那覇軍港移設反対の立場です。実は松本さん出馬表明当初はですね、移設容認の考えを示しておりました。県と那覇の発展のため、浦添は苦渋の決断をしたということで、浦添の那覇軍港受け入れについては容認の立場だったんですね。ところが先ほどの那覇市長の発言を受けてですね、これは浦添市民にとってありがたいことだ、受け入れには反対したい、移設なき返還を求めるということで、軍港施設反対の立場に、変わっております。で、次義馬さんですけども、過去の選挙で軍港施設については容認姿勢を示しておりました。で今回の選挙においては、県の自立発展を確かなものにするため、苦渋の決断、選択をしたと。で今後の方針については、当時の施設条件だった現有施設機能の範囲内であることについて何ら変化はないので考え方は変わらないというふうな説明をしております。あと西原さんですね、市民県民は新たな米軍基地を作らせないという一致した世論を形成していると述べた上で、浦添市が受け入れを表明した時期と現在では状況が違うというふうな説明をしております。その上で、早い実現が期待される西海岸開発の妨げになる、嘉手納より南の全面返還がされる地域に軍港を作る必要がない、矛盾するということで、那覇軍港移設の見直しというものを掲げております。これは那覇軍港に関する、三候補者の立場、政策ですね。でその那覇軍港の移設と絡む形で過去の選挙戦でも、議論されてきました。西海岸開発についての参考者の立場をちょっと紹介したいと思います。西海岸といいますと浦添市の経済の活性化の拠点として非常に注目されているわけですけれども、松本さんはですね、ゼロベースで議論が必要というふうに見直しを提起しております。それに対して義馬さんと西原さんの2人は西海岸開発の推進という立場を掲げております。今回の選挙戦で松本さんは那覇軍港の移設は現実的ではなく西海岸開発をゼロベースで見直すとの立場です。で自然環境を観光地として活用するため海岸を埋め立てないと主張しております。義馬さんは、キャンプ・キンザー、マクプラント補給地区ですね、キャンプ・キンザーの返還と一体となった西海岸開発は、市の一大プロジェクトと述べ推進の立場を強調しております。西原さんも西海岸開発は、浦添市だけではなく県の振興発展の鍵を握ると推進の立場を打ち出しております。これが西海岸開発に関する3名のスタンスですね。他にもいろいろと争点は、はい、先ほど参考者が一番訴えたいことということで子育てとか学校の問題を挙げましたが、有権者の関心を引くものを挙げるとすればですね、子育て支援の対応で3者のス
スタンス、独自色というのは出ているかなと思いますね。参考者とも子育て支援を非常に重要視して、それぞれの施策を打ち出しております。まず松本さんから紹介すればですね、松本さんは子育て、子ども子育て日本一という公約を掲げてですね、子ども条例を制定し諸施策を推進すると主張しております。あと待機児童対策では、アクションプランを作り4年内の解消を図りたい。で、認可保育園には給食費を増やし学童保育支援も強化するというふうに訴えております。義馬さんはですね、これまで待機児童の会長に勤めてきた実績を強調しながら子育て支援を最重要施策に掲げさらに推進する立場姿勢を示しております。あと西原さんですが、保育施設の、認可化や、法人保育の建て替えなど現姿勢の施策を踏襲しながら、それを発展させて定員増を図りたいとしております。刷新された姿勢では根本的な解消策、待機児童の解消策も模索するというスタンスですね。で、3人の候補者のスタンスでやっぱり違いが出ているのはですね、学校給食の無料化、あと公立保育園の給食制度の導入についてなんですね。で、松本さんは一括交付金を活用しまして、学校給食の無料化を実現したいと訴えております。あと公立保育園の給食制度導入についても支援策として賛成の立場を取っております。義馬さんは父母の負担軽減と待機児童解消を図る施策として幼稚園での給食制導入を目指すというスタンスです。あと学校給食の無料化については厳しい財政状況を理由に現状では困難視しております。西原さんは学校給食の無料化については実施に約5億円を要するという試算から現時点では混乱視しております。あと公立幼稚園への給食制度については賛否両論あるということで慎重姿勢を示しております。これが今回の選挙戦にで争われ、争点のですね、見られるその参考者の、スタンスの違いということが言えるでしょうか。どうもありがとうございます。それではちょっとここでまた琉球新報からのお知らせをご覧いただきたいと思います。琉球新報、時代を照らして120年。この記事を書いたのは琉球新報政治部キャップ、5人の記者を束ねる司令塔です。あっという間に記事を書き上げました。電子新聞によってこれらの記事が沖縄県内県外を問わずパソコンやスマホ、タブレットで読めるようになりました。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。琉球新報、時代を照らして120年。新聞が大好きな大学生、ゆうこさん。毎朝欠かさず琉球新報に目を通します。今日は大事な就職面接試験、面接官の質問に自信を持って答えます。外では電子新聞、読んでてよかった。みんなをつなぐ、明日につなぐ琉球新報。琉球新報、時代を照らして120年。経済部キャップ、5人の記者を率いるプレイングマネージャー、いつも心がけているのは迅速に正確な記事を発信することです。電子新聞を購読すればいつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンで記事が読めます。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。海洋博トリム、力走の写真をネット販売。海洋博公園全国トリムマラソン大会が1月20日に開催されました。琉球新報社は参加者を撮影、本誌ホームページに掲載しました。ゼッケン入力で写真を検索、簡単に購入できます。
思い出の一枚をお手元に、お問い合わせは琉球新報デジタル戦略室へ。それでお姉さん、この間のですね、浦添市長選挙の投票率の推移について、教えていただけないでしょうか。先ほど今回の、浦添市長選、19時半の投票率をお知らせしました。 60.60%。 またこちらの方に最終的な投票率は入っておりませんが、これまたの市長選の投票率の推移をちょっと見てみたいと思います。浦添が村から市に昇格したのは1970年で、以後11回の選挙が行われております。そのうち1976年と88年は無投票で現職が当選しております。で、実際投票が実施されたのは9回ですね。で、このグラフを、見ていただきますでしょうか。一番投票率が高かったのが1980年11月選挙の 81.65% ですね。この選挙というのは革新系現職の又吉誠一さんと保守系新人の石比嘉昇さんの捕獲一騎打ちの激しい選挙、浦添が市に昇格して捕獲一騎打ちの選挙で、この時は初めてなんですけども、この時の非常に有権者の関心が高くてですね、81.65% まで上がりました。で、その後手掛け傾向をたどって、2001年の2月にちょっと復調しますね、 74.27%。 この時はですね、三つどもえの選挙で、現職の義馬光雄さんが勝った選挙です。で、一番投票率が低かったのがですが、これちょっと意外ですが、1972年11月の市に昇格して最初の選挙ですね、 60.68%。 この時の選挙はどういった選挙だったかというと、社大統計の候補者と、社会統計の候補者が争うという革新の分裂選挙になっております。それが影響したのか、有権者の関心が今一つだったということですね。で、その次に低かったのが、93年1月の、選挙、61.07% ですね。この選挙というのはですね、現職の比嘉昇市長の死去を受けた選挙でした。で、過去2回ですね、ちょっと低下傾向が続いていて、今回どういった結果になるのかちょっと気になるところです。これが過去40年余の浦添市長選の投票率の推移です。浜田さん、どうもありがとうございます。今回ですね、3候補がものすごいなんか激戦を繰り広げていて、当選が確定する時間もかなり遅くなるというような予測もされていますね。はい、このあたりいかがですか。3候補者がですね、前哨戦も含めて約3ヶ月間ですかね、激しい、選挙戦を繰り広げてきました。過去3回の選挙も三つどもえなんですけども、過去の選挙以上にですね、活発な論戦があったのかなと思ったんですけど、ちょっと投票率を見ますと、必ずしもその有権者の関心度を引き上げるまでには至ってないのかな、ちょっと気になるところですね。市会議員選挙との同日選挙ということもありまして、はい、やはり、市民の関心はかなり高いんじゃないかなという気はいたしますけども、そうですね、せめて前回並み、前回を少し上回るぐらいの投票率は確保してほしいなというふうに思ってますかね。ちなみに浦添市議会議員選挙は定数27に対して立候補者が35人ということで、これもかなりの大激戦ですね。から今回市長選、市議選見ますとですね、若い方がの立候補、新人非常に多いですね。こういった中でかなりの激戦ということで、この結果も非常に注目されますし、当然その、今度当選される市長の市政運営にも大きな影響を与えるわけですし、こちらもやっぱり注目ですね。そうですね。はい、今回 のこの特番でございますけれども、この辺で第一部をですね、閉じさせていただきまして、9時40分から、
第2部をですね、スタートしたいと思います。どうもありがとうございました。琉球新報、時代を照らして120年。この記事を書いたのは、琉球新報政治部キャップ、5人の記者を束ねる司令塔です。あっという間に記事を書き上げました。電子新聞によって、これらの記事が沖縄県内、県外を問わずパソコンやスマホ、タブレットで読めるようになりました。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。琉球新報、時代を照らして120年。新聞が大好きな大学生、龍子さん。毎朝欠かさず琉球新報に目を通します。今日は大事な就職面接試験、面接官の質問に自信を持って答えます。外では電子新聞、読んでてよかった。みんなをつなぐ、明日につなぐ、琉球新報。琉球新報、時代を照らして120年。経済部キャップ、5人の記者を率いるプレイングマネージャー、いつも心がけているのは、迅速に正確な記事を発信することです。電子新聞を購読すれば、いつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンで記事が読めます。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。海洋博トリム、力走の写真をネット販売。海洋博公園全国トリムマラソン大会が1月20日に開催されました。琉球新報社は参加者を撮影、本紙ホームページに掲載しました。絶景入力で写真を検索、簡単に購入できます。思い出の1枚をお手元に。お問い合わせは琉球新報デジタル戦略室へ。琉球新報、時代を照らして120年。この記事を書いたのは、琉球新報政治部キャップ、5人の記者を束ねる司令塔です。あっという間に記事を書き上げました。電子新聞によって、これらの記事が沖縄県内、県外を問わずパソコンやスマホ、タブレットで読めるようになりました。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。琉球新報、時代を照らして120年。新聞が大好きな大学生、龍子さん。毎朝欠かさず琉球新報に目を通します。今日は大事な就職面接試験、面接官の質問に自信を持って答えます。外では電子新聞、読んでてよかった。みんなをつなぐ、明日につなぐ、琉球新報。新聞という知識の翼を広げていこう。時代を照らして120年、琉球新報。琉球新報、時代を照らして120年。経済部キャップ、5人の記者を率いるプレイングマネージャー、いつも心がけているのは、迅速に正確な記事を発信することです。電子新聞を購読すれば、いつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンで記事が読めます。配信は毎朝5時。お問い合わせは琉球新報販売局へ。海洋博トリム、力走の写真をネット販売。海洋博公園全国トリムマラソン大会が1月20日に開催されました。琉球新報社は参加者を撮影、
本誌ホームページに掲載しました。ゼッケン入力で写真を検索、簡単に購入できます。思い出の一枚をお手元に。お問い合わせは琉球新報デジタル戦略室へ。